エレーヌ・ド・プルタレス伯爵夫人、1900年頃1900年オリンピックでセーリングスイス代表が使用したデリーナ・ゴー、エレーヌ・ド・プルタレス、出生名ヘレン・バーベイはアメリカ合衆国出身のスイス人女子セーリング選手。1900年パリオリンピックに出場、女性として史上初のオリンピック金メダルを獲得した。ヘンリー・アイザーク・バーベーとメアリー・ロリラード・バーベーの娘として生まれた。 母方の祖父母は、タバコ財閥の所有主、ピエール・ロリラード三世夫妻。妹エヴァは、フランス銀行理事を務めたジャンドヌフリーズ男爵の、息子アンドレに嫁ぎ、カナダ総督、ベスバラ伯爵の義式妹となっている。父は、バッファロー・ロチェスター・ピッツバーグ鉄道の大株主、重役であり、投資家、エイドリアン・ジョーグ・アイゼリンの甥い、ヨットレース選手。 チャールズ・オリバー・アイゼリンのいとこだった。母方のおじおばには、ピエール・ロリラード4世、クレー・ボーン・ペルの祖母キャサリンド・ドリラード・ペル、ジョン・ラファージの娘と結婚したジョージ・エル・ロリラード、そしてロバート・リビングストン・ベイクマンの姉妹を妻とした、ルイラ・ラシャーロ・ロリラードがいる。ニューヨーク市マンハッタン西38丁目17番地の邸宅で育った。百九十一年、十一歳年上のアルマン、 プルタレス伯爵と結婚。夫は、スイス人で、プロイセン王国の伯爵位、e、を持っており、同国陸軍、この上強行級平連大将族の大位であった。1900年パリオリンピックには、セーリングスイス代表として出場。出場した、レリーナ号では、夫が、総打手を務め、夫の甥いの一人、ベルナールドプルタレスも、エレーヌと一緒に、クルーとなっていた。 レリーナ号は2.3トン級の最初のレースで金メダルを2回目のレースで銀メダルを獲得した。エレーヌはオリンピックに最初に出場した女性、選手としての出場を許された最初の女性の一人でもあった。彼女の金メダル獲得はテニス女子選手、シャーロット・クーパーの金メダル初獲得の2ヶ月前のことであり、女性初の金メダリストの名声はエレーヌに返した。 夫には死別した前妻、マーガリーとデイジー、マーセットとの間に何人かの子供があり、エレーヌはそのまま母となった。長男ギード・プルタレスは、電気作家となった。次男のレーモンド・プルタレスは在アメリカドイツ大使館の駐在部官となり、1911年に在米ドイツ大使ヨハン・ハインリヒ・フォン・ベルンシュトルフ、伯爵の娘アレクサンドラ・フォン・ベルンシュトルフと結婚した。 ワシントン DC で行われた二人の婚礼には、当時の合衆国大統領、ウィリアム・タフトも出席した。エレーヌの義理の娘アレクサンドラは、1914年レーモンと死別し、1917年ヨハンツーレイ・レイ・コールベルト・ハイム・イコール・ローゼンベルク公子と再婚した。カトリック中央党の重鎮、レイ・イコールベルト・ハイム・イコール・ローゼンベルク公、カール・ハイン・リヒの末息子である。 ありがとうございます。